サンマリノ神社は、サンマリノ共和国セラバッテにある神社である。ヨーロッパ初の神社本庁が承認した神社である。マンリオ・カデロが神社本庁に相談しながら神社造営を計画。日本サンマリノ友好記念チャリティ金貨の販売で資金を賄った。2014年6月21日に創建した。鎮座式には神社本庁総長や安倍晋三首相の母、安倍陽子を含む150人が参列した。この神社は2011年の東日本大震災の犠牲者を追悼するために日本サンマリノ友好協会の発案で創建されたものである。本殿の様式は伊勢神宮と同じ神明造りである。本殿の一部は伊勢神宮の木を使って作られた。本殿は日本で建造され、解体されてサンマリノに海上輸送され、サンマリノでは典型的な砂岩でできた土台の上に日本の建築家によって再構築された。主催神はアマテラス高大神である。サンマリノ神社で神道の儀式を執り行う宮司、フランチェスコ・ブリガンテ・サンマリノ神社の宮司は2013年に神社本庁から神職の資格を受け、宮司に任命されたフランチェスコ・ブリガンテである。地元のサンマリノ人であるホテルのオーナーで、山形県の湯戸の山の神社で修行した。ありがとうございます。